なんかあの、一つ上の先輩に、はい。プロ行かれた、育成で行かれた方も、はい。いらっしゃるんですよね。はい、はい、そうです。どなた、名前というか。では、田中貴弘っていう方。はい。それ、ロッテに。はい、ロッテに。実際どうだったんですか、その現役投手の、その、東さんから見て。いや、もう、とりあえず190センチぐらいあったんで。めちゃくちゃでかくて、ピッチャーなんですけど。はいはいはい。球が速いなっていう、はいはいはい、感じでしたね。なんか当時からやっぱりプロ行けそうかなみたいな、その滋賀県内でも宇宙な感じ。結構その夏の最後の、その方が3年の夏の最後の大会まで、はい、全然そんなことなかったんですよ。行くとかそんな噂もなくて。そうなんですね、はい、急にポンって出てきた感じです、ね、あ、そうなんですね、はい。まあ、実際どうですか、身近で、まあ、プロ野球選手が生まれるわけじゃないですか、同じ方向から、はい、あ、いけるんかなみたいな、そんな感覚は。そうですね、ありましたね。そのぐらい時ぐらいから、あ、俺も目指そうみたいな感じで目指してます。そこでやっと初めて。そうですね。で、その時ぐらいから身長は伸び出してるってことですか。そうですね、ちょいちょい伸びで始めて、はい、っていう感じですね。で、まあ、自分たちの代になって、はい、天国みたいな状態ですね。はい、で、どうですか、こう秋の大会とかは、はい、まあ、初めて公式戦。ただ、だから10人だったんで、結局、はい、で、結構その辞めた時、主力メンバーというか、うまい子がどんどん抜けちゃったんで。そうなんですね。そうなんですよ。じゃあかなり戦力ダウン、ダウンしてて、僕らの代は。なるほど、なるほど、はい。でも全然1回戦、2回戦か、1回戦、もしかしたら1回戦ぐらい負けたかもしれないです。ああ、そうなんですね。記憶ないですけど。はい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 。で、もうそこから、じゃあ、もう冬の練習に入っていくわけです。はい。どうなんですか、冬の練習っていうのは。冬の練習が、やっぱ僕はずっと甲子園行きたいっていうのがあるんですけど、さっきも言ったように、やっぱり戦力が結構ダウンしてるんで、はい、みんなそんななんですよ。どっちかというとこう楽しく野球できたら、はい、でそのタイミングで、そのタイミングで結構新チームになった時に監督が変わったんですよ、高校の。あ、そうなんですね。はい、でなんかめっちゃ優しい先生に変わって、はいはい、あ、公立高校なんで、要はってことですよね。もう自由にやりなさいみたいな、練習も自分たちで決めてやりなさいみたいな感じで、であれですね、東さんキャプテンで僕が決めててやってたメニューを決める、そうです、やってたんですけど、まあ誰もやる気がないんですよ。結構大事な時期やのにと思って。そうですよね。まあ僕もこんな性格なんで、はい、結構きつく言ってたんですよ、めちゃくちゃ選手に。あの同期とかに。同期とかに。どんな感じで言うんですか、その。いや、もうお前ちゃんとやるやみたいな。はいはいはい。何ふざけてやったのよ、はい、感じでやってて。でまあ冬の練習結構厳しくやってて。はい、で春。はい、練習試合とかこなしていく中で全然勝てなくて、それに結構また厳しく言って、だから選手からめっちゃ嫌われ出すんですよ。なるほど、当たり前ですけど。なるほど、なるほど。なんか要は目指してるとこ全然違いすぎ すぎてなんかちょっともう孤立していくって感じですよね。そうです。3人が僕ともう1人と、はいはい、もうまあ1人ぐらい、はい、まあ、結構そういう同じモチベーションでやってたんですけど、まあ、彼が全然ついてこれなくて、はい、でまあその春の時キャプテンを変えさせられるっていう、辞めさせられて、それはまあ一応監督からそういう、そうです、固いって言われて辛かったですね。そうっすかね、結構ショックじゃないですか。そうです、結構ショックです、なんでやねんみたいな、はい、こっち一生懸命やってるのに、はい、で多分その時に、でその冬のトレーニングしてる時に、はい、ちょうど腰を怪我して、あ、ヘルニア、椎間板ヘルニアって言って、で結構くれてたんですよね、くれてたっていうか、はい、ちょっとモチベーション下がってて、なるほど。で多分そこで学校の生徒となんか喧嘩じゃないですけど、なんかして、はいはい、
禁止に食らっちゃうんですよ。あ、そうなんですか。1ヶ月ぐらい学校。1ヶ月。はい。春ですかね、3年。はい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 、はい。食らっちゃって、もう無理だと。野球。もう野球無理だと。へ、え、ぇー。言ってて、悩んでたんですけど、まあ、その時に、まあ、キャプテンも下ろされて、はい、で禁止になって、はい、もう、言ったら、どん底っすよ、ね。そうです。どん底になって、1ヶ月謹慎してる時に、はい、なんか野球部の選手が家に来てくれて、同級生ですか。そうです、同級生が来てくれて、もう一回やろうっつって、へえ、でなんとかはあったんで。ああ、そうなんですか。はい、まあ、やっぱりそこは嬉しかったですか。うん、嬉しかったですね。そのあれですか、そのなんか孤立じゃないですけど、その要は味方2人をいたというか3人ですか。そうですね、2人ぐらい。その人が来てくれたんですか。いや、あのチーム全員で来てくれて。あ、全員ですか。はい、それはちょっと嬉しいですね。はい、で、そこからじゃあもう一回やろうっていう。そうですね、やろうってなって。でも一応キャプテンはまあもうあの違う人に、別の方に、はい、です。実際どうですかね、こうちょっと背負ってた部分とかなんか ありました。そのキャプテンで、じゃあ先生も関わって、まあ、だいぶありましたね。ですよね、はい、東さんがちょっとある程度ちゃんと引っ張ってやらないとみたいな、はい、で、その方向がちょっとなんかみんなと違って、そうですね、熱量が違ってっていう、はい、違いすぎました ね、 で、 ね。でもまあみんなからやろうって言われて、まあそこでちょっと、そこからなんかどうですか、野球自分自身の技術を上げるとか、そっちの方にこうベクトル向いていったりとか、はい、するわけでもないですか。まあ、やっぱりチームとしてやっぱり甲子園行きたいなとか。そうですね、まあ、でも冬はまあ結構そのむちゃくちゃ周りにも言ってましたけど、自分でもまあ自分の技術上げることに集中してたんで、トレーニングめちゃくちゃやったりとか、はい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 、やっぱりやってたんで、まあ引き続きそんな感じですっていう感じです。はい、で、まあそこそこそのホームラン、まあ、体も大きくなって、はい、ホームランも出だしてってプロとかのなんかそういうスカウトを見に来るとかっていうほどの、は全然それはなかったですね。全然なかったですね。はい、だから春から、はい、そう、3年の春から夏だけで10本か15本ぐらいホームラン打ってってマジっすか。はい、それだいぶ掴んでます。だいぶ掴んで、夏の最後の選手権も大会式が終わって、はい、オープニングゲームだったんですよ。直後うちの高校は、はい、そこでホームラン打って、結構こう注目されるような感じでは県内ではなってたんですね。で、どうですか最後夏は、そのどこまで。夏はベスト8、8か16か忘れましたけど、はい、オーミーに負けて。ああ、そうなんですね。なるほどなるほど。悔しかったですね。そうですよ。はい、じゃあそこで、まあ一応野球の進路も、はい、まあ、いろいろあったじゃないですか、はい、どうなんですか、まだ野球やろうかなみたいな。あ、もう全然ありました。むしろもう燃えてたというか。まあ、そうですよね、はい、それだけホームラン打て出して、はい、でそっからもだからどっかこうプロにつながる道はないかっていうので、はい、独立リーグのトライアウトを、はい、受けたんですけど、最初三重スリーアローズっていう、はい、あの三重県にちょうどそのできた年だったんですよ、はい、でそのトライアウトがあったんですけど、はい、なんかねなんかちょっとねちょっとまああれかななんか室内で、はい、マシンの球を5球ぐらい打って、うんうんうん、だから10メートル走測って、はい、終わったんですよ。テストが。なるほど、なるほど、なるほど。え、これで何がわかんのみたいな。キャッチボールもなしかよ、みたいな。はいはいはい。感じで落ちちゃって。あ、落ちちゃった。そうです。うわー、こんな感じかと思って。で、その次に四国アイランドリーグの合同トライアウトを受けに行ったんですけど。はいはいはい、はい。で、正味レベルが結構高くて。あ、そうですね。そうです。その時ぐらいでしたらもう、それこそもうプロ、あ、もう結構出てましたね。プロとか、はい、来てましたね。来てるって感じですね。レベル高いなと思って、まあでもなんとか
一応特別枠みたいな感じで広告はして、あ、そうなんですね、徳島インディゴソックスに入るんですけど。その大学の選択はなかったんですか？大学はなかったですね、もう家があれなんで。あ、そういうことですね。はい、そうやったらもう独立行って給料もらいながらとかっていうイメージですよね。そうです。じゃあそれで入団、はい、インディゴソックスの入団っていう形なんですけど、はい、実際まああれですよね、そのシーズン中は給料もらえて、シーズンオフは給料出ない、出ないですっていう感じですよね。はい、どうなんですか、その生活は全然できる感じなんですか、独立の。普通に生活したら全然問題はできるとは思うんですけど、道具とかやっぱ買わないとダメなんで。ああ、そうですよね。はい、しかも木ってなると結構。そうです、そうですよね。ある程度まあちょっとなんかあの知り合いの方にもらえたりするんです。はいはい、サポートは入りながら、はい、基本は自分なんで道具とかもっていう感じですよね。で、はい、自炊も全然できない高卒なんで。まあずっとまあ家でやってたんですもんね。もう一人暮らしですか？そうです、もう一人暮らしで徳島に。一人暮らしも初めてなんで寮とかじゃなかったんで。それ逆に野球ももちろんそうなんですけど、結構生活の環境になれるんで、はい、めちゃくちゃ大変でした。どうしていくんですか？もうそう、なんかもう白ご飯だけの時とかありましたね。あ、そうなんですか？何作ったらいいかわからんし、ね、給料 もう少ないんで、はいはいはい、買うおかず買う金もないんで、へえ、とりあえずお米送ってだけ送ってもらって、はいはいはい、はい、まあ、なんとかお米に振りかけがきついみたいな。ハードですね。はい、これ実際その当時はあれですか、こう有名選手とかっているんですか、その徳島インディゴソックス。有名選手、徳島にはそんな、まあ、もうトップの方はいらっしゃったんですけど、はい、有名かって言われて別にそんな有名ではない。他チームに桜井光大さん、はい、ああはいはいはい、今結構なんか話題のね、ネレイさん、はい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 、ネレイユーさんとかもいらっしゃる。まあネレイさんは徳島でも一緒に1年か2年あプレイしてるんですか？一緒にしてて、っていう感じですかね。もうその時ってあれでしたっけ、その独立からもう LPB に選手プロ行ってるのっていうのはもう結構出てる。結構いましたね、僕の1個上か2個上でも1人行ってます、徳島から1人行ってます。はいはいはい、で同期が又吉克樹さん、あ、はい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 、僕とオリックス行った時と同じ時に、中日中日に入ってるんで、はい、結構そうですね。なるほど。まあでも徳島も結構行ってますもんね。今徳島すごいっすね。すごいすごい、めっちゃ出てますもんね。はい、どんな感じなんですか、練習とかって、まあ、高校の時と比べて。がもうすごい論理的というか、まあ、理にかなった練習というか、うん、トレーニングもちゃんとしてますし、はい、高校に比べると、高校もただただ走って、はい、ドナレットだけなんで。がむしゃらにやってるだけみたいな。はい、指導とかも、ちゃんと独立はしてくれるので。その辺はすごく、あれですよね、その、野球今からやるぞって、すごい燃えているタイミングなんで、はいはい、めちゃ吸収できるんじゃないですか。いや、もうすごかったです。ですよ。はい、これ実際こうやっぱり、バッティングの方すごくこう上がってきてたじゃないですか、はい、中高校3年生とか、そこからもやっぱり独立は引き続きっていう感じですか？でもやっぱ気に変わって、はい、全く止まなくなるんですよ、やっぱ。あ、やっぱりそうですね、はい、全然打てなくて、で、まあ、体大きくなったって言っても、まあ、そういう独立とかプロの世界にちっちゃい方だったんで、うんうん、まあ、どっちかというと守備の人というか。あ、守備の人ですね、はい、守備は結構自信あったんですか？守備はなんかもう昔から。あ、そうなんですね。はい、肩自体も肩も、はい、そうですね、自信あって、あとはじゃあちょっとバッティングちゃんと、そうですね、プロに行くもちろんその盗塁の技術だったり、はいはいはい、まあ、バッティングの面でもうちょい成長したなみたいな。なるほど。どうなんですか、試合自体ももう出ていくんですか、1年目から。1年目でいきなりソフトバンクの一軍とできるんですよ。
一軍ですか。四国アイランドリーグの選抜チームみたいなのがあって、その選抜チームとソフトバンクの一軍がやるみたいな。その、キャンプ、キャンプなんですかね、結構序盤にあったんで、なんか、はい、多分そんな感じだったと思うんですけど、そこでその川崎宗則さんとか、はい、その時松中さんとかも、おいや、えぐいと思うね。テレビで見てた選手、はい、で、この間僕ショートやってたんで、はい、独立の時は川崎さんと一緒にノック行って、いろいろ教えてもらって、何教えてもらったんですか、その時。結構技術的な話ですか。結構技術的なことも言ってくれましたけど、はい、結構あのノリなんで、はい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 、ずっとほんまあの感じだったんで、そんな気にせんでいいよみたいな、形ばっかりやってやってた、アウトすればいいからみたいな感じだったんで、まあ、でもそれがだいぶためになりましたね。あ、そうですね、はい、すごいあれですね、めっちゃいい経験です。そうです、1年目で高卒で1年目でその四国の選抜に選ばれること自体結構ないみたいで、はい、あ、特別は何ですか、結構顔残してたって感じですか。なんか多分期待されたんですかね、指令っつってこう入れてもらって、はい、そうです。試合には出れなかったんですけど、はい、見に行けみたいな、選んでもらってきました。で、あれですか、その1年目はじゃあ試合には出て、もうあんま出てなかったですね。ちょこちょこ出ましてて、はい、ショートはもう千葉ロッテ育成やった白川大輔さんっていう、はい、人がもうずっと出てた。あ、そうなんですね。ずっと出てなかった。